皆さんこんにちは。オランダに住むなほこです。今日はですね、私事ながらあと1時間ちょっとで30歳になるですね。まあ今日というか6月2日なんで明日になるんですけど、でまあ今が20代最後となるので、ちょっと動画を撮ってみました。何を話すかをいろいろ考えたんですけど、やっぱりその20代を振り返った時に、そのオランダに住んで、今年で丸5年になります。でやっぱその25歳でオランダに来て、5年をオランダで過ごして、30歳の誕生日をオランダで迎えることができるっていうことが、私にとってもすごく思い出にもなりますし、今後の、人生にもとても大切になってくるかなと思っています。で、まあもちろん20代を振り返ると、さまざまなことがオランダ移住以外にもあるんですけど、共通して言えるのは、やっぱりいろんなことが起きても、その何をするにしても、まあ、自分で決めてきたことは結構大切だなと今思います。もちろんその相談をしたり、話を聞いてもらったり、本当に、アドバイスをたくさんもらったり、その選ぶ一歩手前までいろんな人に聞いたり、いろいろあったんですけど、やっぱり最終的に何を決めるにせよ、自分で決めるっていうことはすごく大事だなって思っています。で、それはオランダ移住してから特に感じることで、やっぱり自分の選択肢があるからこそ選べるっていうのが、まあ当たり前ではないっていうのもすごく勉強になってます。そのいろんな境遇だったり、いろんな状況によっては本当選べない人たちもいる中で、私はもちろん、難しい時だったら選べない時もありますけど、やっぱり選択肢をもらえるっていうだけですごくありがたいなと思っています。で、まあその、20代を一言でっていうのはちょっと難しいんですけど、結構いろいろチャレンジはしてきたかなって思います。やっぱりまあ18歳からですけど、その22歳までの4年間大学に通う中でもいろんなことをしてきて、で大学卒業してから、2つの日本で仕事を経験して、で今の夫と出会えてオランダに来て、オランダでも、オランダ語の試験に挑戦したり、ボランティアや仕事をしたり、こうやって動画を撮ったり、ブログを書いたり、ライターのお仕事をさせていただいたり、いろんなことをしてきたなっていうのはすごく思います。で、結構驚かれるというか、すごいいろんなことをしてるっていうのを、周りからも言われますし、すごく私自身がいろいろやってるんで、すごい行動的に思われると思うんですけど、やっぱりやりたいことだったり、できることだからやってるところはあるんですね。もちろん失敗もしてきましたし、誰かを傷つけたこともありますし、できなくてやめちゃうこともありましたし、やっぱすごく今強く思うのは、そのできることだったり、やってみようって思えることだから今もできてたりもします。もちろん最初はすごい不安もあるんですけど、やってみることがすごく大事だなっていうのは思います。ブログにも多分書いたんですけど、そのやっぱ相手がいることで、相手が選ぶことだったらもう応募なり、私の場合最近仕事だったりも、その結果ダメだったとしても、それはもう自分はやるべきことをやって、結果ダメだったっていう結果なので、そのやっぱ結果を待てる、結果をいただけるまでに
やることをしたっていうのは結構大切だなと思っていて、やっぱりその何かをしたら結果が出るんですけど、何もしないと結果も出ないので、そこは結構オランダ来てからはもう相手にはお任せるけど結果を出せるとこまではするみたいなところも意識してます。あとはその私の場合は本当仕事とか趣味とかを多分あまり一緒にはしていないんですよね。なんか曖昧な部分もあるんですけど、定期的にしてる仕事とそのいただいたお給料での趣味を楽しんだり、友達と出かけたり夫と出かけたりみたいな、結構分けています。平日と週末の意識の違いとかもあります。で、これも本当様々ですし、その住んでる環境とかで本当変わるんですね。私は日本にいたら本当週末は友達と遊んでたんですけど、オランダ住んでからは逆にインドアになったり、出かける時もありますけど、お家にいることも多くなったりとか、その趣味も変わってきたりとか、最近気になるのをやってみようみたいな感じで、もともと持ってた趣味もしてますけど、結構いろんなことをしてたりします。やっぱそれもなんか気になったらやってみようとか、もし難しかったりあんまり好きじゃなかったら違う風にすればいいっていうのはあります。で、あとは結構最近思うのは、もちろん誰かのためだったり、向上心だったり成長だったりいろいろ理由はあるんですけど、私の中では結構自己満足っていうのが強いというか、まず自己満足を持っていることによって、何をするにでも楽しめるっていうところがあると思ってます。で、その先にもし、一人でもお役に立てればとか、もし自分がしたことによって喜んでいただければみたいなのがあるんですけど、あとは仕事の場合は本当対価をいただくので、それはすごく嬉しいんですけど、なんか何せよまず自己満足というか、自分がまず楽しんだからよしみたいなところは最近より意識するようになりました。で、それを持つことによって、もちろん失敗もショックだったり、もうなんでやっちゃったんだろうっていう後悔を思いがちなんですけど、でもやっぱりやってその結果が得られたっていうのでよしみたいな感じになれるようになってきました。まだ難しいんですけど、あとはやっぱりその、ブログ読んでいただいても分かるんですけど、例えばオランダ語が喋れるようになったら何ができるようになったとか、1年目移住してすぐの私と多分今の私は考え方だったりできることは違うので、やっぱりそこは移住ならではの魅力というか、私自身がこういうふうに生活したいなっていうのに近づけてるっていう喜びはあります。結構やっぱり5年今思ったあっという間なんですけど、その長く感じたり短く感じたりいろいろあって今を迎えています。私がその、誕生日で30になると、その同じ月にその4年半年を迎えて、あと半年後に5年目を本当の丸5年を迎えるので、私の中では早いなっていうのがあります。でもやっぱり、日々生活していく中で楽しいことだったり不安だったり、驚いたり泣いたり、笑ったりがあって、怒ったりもありえるんですけど、何をしてもやっぱ時間というのは止まってくれない中で、じゃあ何ができるかなとか、そのじゃあ今日はこれをできたからとりあえずよしとか、優先順位をつけたり、まずは自己満足、さっき言ったまず自分ができれば OK みたいなところを持ったり、
やっぱこれも多分、今の動画を撮ってる時点での考えなので、また年齢を重ねるとどうなるか分かんないんですけど、でもやっぱり私の振り返ってよく言われてる30歳になった時の20代振り返ると、本当にチャレンジな10年だったなっていうこと、そして、オランダで33迎えられることは本当に嬉しいです。もうこれからもその、30歳になって何が変わるかって言われると難しいんですけど、その20代で経験したこと、そしてこれから経験したいなとか、こういうことしてみたいなっていうのがあるので、それをまたやっていけたらなと思っています。とこの動画も結構、難しさだったり、話す中で、私自身が、生理のためにも撮ってるんですけど、もし、これから海外に移住される方だったり、これから夢を実現されたい方に少しでもエールとなったら嬉しいです。本当、その何事にも相談もいいと思いますし、いろいろ調べていただいた上で自分で決めるっていうのはすごく一つ大切なことだと思います。で、そのあとはもう結果っていうのは後から来るので、まずはご自身が動いてみるっていうのは、私自身もそうですけど、これからも続けたいと思います。また、オランダ生活のこと、オランダ語のことなど、夫のことなどもね、紹介できたらと思います。動画を最後まで見ていただきありがとうございます。もしご質問などあれば、Twitter やこちらの動画の質問、コメント欄で聞いていただけたらと思います。よかったらチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。